宿題作品発表。はい、まず最初は言い換えてみようということで。はい、最近の子育て本ではネガティブな言葉を使わずに、前向きな言葉を使って子供を育てようという傾向にあります。うんはい、やっぱりそれはいいことですね。そうですね、えー。なんかやっぱりこう物事をね、うん、悪い方へ、悪い方へ考える。うん 私なんかどっちかというとその時はちょっと考えますよさすがに。はい、だけど、うん、なんかあのすぐ忘れるタイプなんですね、えー、忘れようとすると、はい、忘れてしまってねその代わりに肝心なこともみんな忘れてしまう, <laughs> もう,もうほとんど覚えてないというかもう、えー、3日前ぐらいまではなんとかもうなんか3日前の夜何食べたかとか。うん 今日はさどうやったかというのも忘れているやからね。<laughs> 今を生きてるんですね。どんどん忘れて今もうこの瞬間だけ私は生きてるんです。いい今、えー、7時25分になろうとしております。はい、もうこの瞬間に生きてるという感じでね。いいえー、それでは言い換えてみよう、はい、ということです。まず最初はお湯ゴールドさんからいただきました。はい、遅刻を 言い換えてみました、うん、どんな風に待ちに待った登場おお<ー>、うん、そうかそみんなイライラしてんだよ <laughs> これはニエグスゴールドさんからいただきました <laughs>、はい、ケチを言い換えてみましたおどんな風に人より鋭く磨かれた金銭感覚の持ち主なん、うん、やそれ <laughs> <laughs> そういうことでございましてね。<laughs> はい、次はオペラさんからいただきました。はい、メタボ体型になったを言い換えてみました。どんな風に人間に厚みが出てきた。ああ、体に厚みが出ちゃいましたね。うん、出ちゃいましたね。<noise> 次はヤマメおじさんからいただきました。<laughs> はい、無駄遣いを言い換えてみました。どんな風に？ 日本経済に貢献していますああ。でもやっぱりね世の中にはね無駄遣いというかそれが無駄になってるというよりもなんともないっていうね大金持ちいっぱいいますなそうですね世の中には何やねんいや本当にね あるところにはあるんだなって。あるところにはあるしないどうにはないんです、ね。<laughs> そうなんですよ。ううすね、ちょっと欲しいんですけどね。ミッシー分さんからいただきました。はい、停電を言い換えてみました。どんな風に？星空が綺麗に見える。ああ確かにこの都会でね。 窓あなかったらね、うん、まあでも全部が暗くなったら星が綺麗に見えますからね,、うん、ね晴れてれば見えますね晴れてたらいい次は何もファイズサンダーさんからいただきましたはい寒い芸人を言い換えてみましたどんな風にクールビズ芸人 <laughs> いやこの頃若い人ね、はい、僕も前に出る人のよく見たりするんですけど、うん、みんな頑張ってるねそうですねあ結構もう分からってるということもあるんでしょうけどもみんなやっぱり出てくる人はねそれなりに、うん、あのこの間も、うん、神戸でやった時ね浜、はい、田裕太郎さんにねうん、うん、出ていただいたんですけども。はい 彼なんんかも,もう見るたびにネタ違うんですよへえ、ね、先日道端でお会いしてお声がけさせてもらったらすっごいいい感じにお返事してくださって感動しましたあ,ありがとうって言ってね、うん、僕のことどういうふうに感じてるのかまあ全然わかりませんですけども、うん、まだまだ若い。 20代の人かなと思ってんのかどうかそれは分かりませんけどそれはないか分かりませんけどね徳山教育長さんからいただきましたはい携帯電池切れを言い換えてみましたどんなうわ。 もう電話になれへんかったら、自由。だけど、困るのはね、自分がね。そうですね。もう、本当に携帯いじってる人多いね。いや、本当にね、いろいろ見ちゃいますね。もう、もうあのー、はい、例えば、新幹線乗ってるでしょはいトイレ、行くじゃないですか。うんうん、トイレ行って、帰ってきたら、帰ってくる時に見たらね。はい。はい はい起きてる人はもう携帯知ってますかそうで何でもできますからね今携帯一つで何でもできてますからねどんなやってる何でもでき何でも漫画を読んだりあはい。漫画読んだりねやっことないけどねゲームもできますしねえゲームもできます小さいからねあれがねああ確かに iPad ではあの映画見たりとかねそうですよねもちろん映画も見れますからねはい iPad でこの間、うん、ジミーっていう映画があるんですよジミー、はい、ねあのさん,まさ,んがさんまちゃんがね、はいはい、プロデューサーっていうか<ー>あのさんまちゃんとジミーが語り合ってそれから映画に入っていくんですけどジミー大西さんですか 9, 9話あってねはい。はい なかなかおもろい面白そうそれは見てください見ますさんまちゃんがねいろんなこと語ってる中でね七、はい、万八万ぐらいで僕のことを言ってるんですけどねお<ー>いつも同じこと言うとんね本当にね、えー、<laughs> んなこと本当にまたかいな思いながら見てたんですけども、はい、見なきゃ日の江うぶんまさんからいただきましたはい 上り坂を言い換えてみましたどんな風に帰りが下り坂で楽できる <laughs>、まあ,あでもな下り坂も痛いですよ頑張れよお前も頑張れよにお前逆ばっかり言ってましたね <laughs> 次は、えー、利口なリコちゃんゴールドさんからいただきましたはい忖度を言い換えてみましたどんな風に阿吽の呼吸おお。 これ、あうん、感じ、やあんたなんか、ちょっと知らんでしょ、これ、これ、ここれ、こうんってやって、パンって変換したら。あうんって出てくるけど。はい。あの。ひらがなだと思ってました。あれ。狛犬、狛犬、あとうんと。はい。それでは、次、いってみましょう。新査員や労働者さんからいただきました。はい。細工を落として、青くなった状態を言い換えてみました。どんな風に。 拾った人が幸せになるじゃないか。ちくしょう。って書いてあります、ね。<laughs> えー、まあね。僕の両親という創作楽の中にね、こういうのある。はいえー、財布拾ってね。はい、で、まあ、それは財布じゃなくて、この紙袋。その中にお金が入っててね。うんうん、で、どうしようか、了承か。うん もとこか届けようかっていうその両親の葛藤を、うん、まあ楽にしたわけでございますけどもじゃ次ラストでお願いします、えーはい、ラストラストいってみましょうお願いしますそれでは鎮産鎮電車さんからいただきましたはいクレーマーを言い換えてみましたどんな風にお客様の要望がしっかり認識できる機会。ああ ね、はい、そういう風に捉えてやるといいでしょう。はい<ー>、いただきました。はい、ありがとうございました。したでは次、ハンパネーの方もお願いします。ハンパネー、はい、ということでね、はい、もうこの。 言葉が今年の流行語対象になるんじゃないかと思いますがしかしあのサッカーも盛り上がりましたね盛り上がりましたよすごい頑張りましたよそれがちょっと遠い昔のような気がしますねずいぶん前のでその後相撲がありましてね相撲もありましたね相撲もちょっと と盛り上がりましたけどね御嶽海さんが最後に勝っとかないかなの選手だけど2年も優勝決まってホッとしたんかわかりませんですけどもあの豊山と朝の山、はい、これ出てきますね、はい、で横綱三人もおらんよなこれちょっとなぁと思いますけどもー、はい、さて半端、はい、ね半端ね。サッカーワールドカップ日本代表がコロンビアに勝った試合で、うん、大迫選手が勝ち越しゴールを決めました、はい その時は半端ねえボーダーねえっていうあのあの人全然出てきませんな <laughs> あ銀行、ね、員になったいうらしいですけどね,ね,ねやっぱり取材一切受けないというねうことであの人の T シャツまで出てましそうなんですよです私その T シャツ今着てるんですよ<ん>これあの綾羽半端ないって T シャツっていうあ,あそうかそうなん 半端ないって,って書いてある、うん、半端ないって書いてあるのいあ,るんあほんまや半端、はい、ないって半端ないってって書いてありますねあと、はい、は何が半端ないのなんですかね神々なところですかねなんでこっち <laughs> すいませんそれでは行ってみましょうラジオネームチンさんチン電車さんですはい。あのいびき半端ねえ。い なんで窓ガラスにひびが入ったってへえ<ー>なんでいびきはいびきよりも寝言の方が多い怖いよ <laughs> そうなんですよ派遣参戦士さんからいただきましたはい富士の受海半端ねなんでスマホの電波ねはあ、まあ、ね、今も受海。 あり放題なんですか、ね。どうなたってのが、次回は怖いから、行ったことないんですけど。んなんか骸骨があったりとかね。本当に帰れないみたいですからね。一回入っちゃうと。うん、うんもう印しといたら、ええんじゃん、ね。そうですね。紐とか印を。あそやけどまあ、スマホができへん、あったら、ちょっとね、怖いです、ね。怖いですね。ええー、しもさんからいただきました。はい。安倍のミクス、半端ね。なんで。 株価は上げたけど庶民の暮らしは上がってねえ何なんそれ <laughs> 次は審査員や労働者さんからいただきました、はい、近所の野良猫半端ねえなんでネズミに負けないくらい増えまくっとるあ<ー>だからね、うん 桜カットというかね、あの耳先カットしてる猫がいますけれども、保護一回されてる猫ちゃんですね、あのそういう始末をしてるというか、その猫は増えないんですけども、猫は半端ねえなんですよ。半端ねえなんですよね。そういう精力的にもね、だいたい五匹ぐらいこうお腹の中に宿して、一年二回産むらしいですね。 それもですね、半端、うん、ねえのは、5匹のうち、お父さんが違う場合があるんです。はい、えー、ぇこう、2匹、2匹、1匹と、あの、お父さんが違うんです。へぇ、えー、ど半端ねえううそれは半端ないですね。うん何やったのその説明を聞いて。<laughs> それでは、何はファイサンダーズさんから頂きました。はい。 浦島太郎は半端ねえなんで酸素ボンベなしでリュウクジョへ行ったわ <laughs> 確かに <laughs> どうなんですよねねえどうやって息してたんでしょうそれがまあ童話じゃないですかそうですよねうん。なんか魔法がかかったのかもしれないですしねそうですね,ねそうまあどうなったんでしょうかね一3 5大仏さんからいただきましたはい 緑のカーテン半端ねえなんで次から次へとゴーヤができるんですえゴー,を、ね、ゴーヤのあのー、潮気にゴーヤがええ言うてね<ー>うわーゴーヤは生命力あってねはいバーっとできてはい 火が入らんようになってくれるんでそういうゴーヤも食べられるしね、えー、いいですねゴーヤゴーヤーいいねゴーヤいい、ね、ゴーヤ良い,い,い子だねんね,ねしなはいダンジのお尻さんからいただきました <laughs> はいグー半端ねなんで割り切れて半端ねえ半端<ー>がねまあまあねじゃりんこ、えー、さんからいただきましたはい相手 企業家は半端ね。なんで？次々美人女優をゲット。大、う、体、んうん、は公務ね、うん。うんうそうそうそう。I T ばっかりですねモバ、ねね、イルのお金。I T の社長ってね。よくちょっとまあアイディアでね。はいうん、で。 もうなんか持ってる財産でも半端ねえね半端ねえですね、えー、球団を買いたいとか言うてねいやすごい若いのに半端ねえ,端ねえ、うん、分かるんですだけどそういう若い、はい、そういう IT 企業家と結婚するならそういう人がいいでしょそうですね若くてお金があれば一番いいですよねうん、まあ、その方がいいわね <laughs> それは一番いいと思います、ね、新産や労働者さんからいいたただきましたはい スーパーのおバタリアン半パね。なんで？半額シール家から持ってきて勝手に張り替えて店員に怒られてた。アラマ。こんなことあるんだ。<laughs> どうなんでしょうね。はい次ラストでお願いします。次ラストですか。はい。はい。二、えー、代目道之助さんからいただきました。はい。 このヤブか半端ねえなんでよっぽどお腹空いてたのかな僕の血を吸いすぎて動けなくなってるいるいる怖いね怖いですねということでございましたはいたくさんのご応募ありがとうございましたありがとうございました今夜の生募集作品発表はいええまあ結構来ましたね生なのにすごいあのね放送聞きながら 考えたんでしょうね,ねありがとうございます,いま,すまず最初は新さんや労働者さんからいただきました、はい、女の子少し不器用ドジが良い 可愛げがあるんですかね,ねちょうど私みたいな感じそうそうそうあんたみたいにねよく噛む <laughs> 噛む、ね、失礼しました、えー、よく噛むことは消化にいいらしいですけどもそれではこれは男児のお尻さんからいただきましたはい夏祭り昼より夜の方が良いああ、そうですね、うん ちょっと、まあ、天神祭りも近づいてきましたですけども。うん、やはり川風。うん、いいですね。まあ、海のそばも、なんか風があってね。はい、いいですけども、潮風。うん、それよりも、やっぱり川のそばもいいでしょうね。ええ、それでは、いいではい、次は、隣のすずめさんからいただきました。はい、冬が良い。寒くなったら、夏が良い。 <noise> <laughs> 本当にそ,<う>その通りですね。<laughs> もう今も早ふけへんから思うけどね。<laughs> もうちょっと涼しくなってほしいなと思うけども。はい、日野栄う文馬さんからいただきました。はい。陰口も当たり確かめするがよい。<ー>もうこの頃ね。うん、当たり確かめるっていうよりも。はい 携帯とかねあんなんも気付けなあかんねそういう言葉録音されたりとかね怖いですねそれはねれたりするからねもう恐ろしい世の中で恐ろしいですね続いてははいマジカルトップブラサンコさんからいただきました買い物はタイムセールを待つが良い待ちたい待つ 作っていきますね。いいですね。ええー、もうちょっとした違いで<う>安くなるわけですからね。そうなんです。ええー、<laughs> それではミッシーブーンさんからいただきました。はい。浦島さん、その箱開けない方が良い。<laughs> えー、そうですね。うん、年取になってしまいますからね。そうです、ね。<laughs> 次は何はファイサンダーさんからいただきました。はい。 パートナー選びは価値観馬が良い。うん。実感価値観,価値観馬が合う方が良いということですかね。かねはい。それでは一三五大仏さんからいただきました。はい、この暑さ手ぬぐいよりもタオルが良い。 ああ、そうですね。そのタオルハンカチいうのがね、はい、ありますけども。いっぱい吸い込んでくれる。ええー、まあタオルがいるね。ありでももう暑いもんね。すぐ汗かきますからね。はい。この鍋豚さん、次は鍋豚さんですけども。はい、ものすごい書いてきてくれましたよ。さんラジオほとんど聞いてないんちゃうかな。<laughs> まかずに関係、まあ、出すだけ出したら <laughs>、はい、あとは聞いてくれる今は聞いてくれてると思います,、うんすね、読まれるのかなどうかな神戸したるみくの、えー、鍋豚さんでございますね、はい、ありがとうございますありがとうございます,います、えー、鍋さんでございます鍋さん熱中症水分取るならお茶が良いへー お水よりお茶なんですかお水よりお茶がいいんですかね,ね<え>んなんからしいですねうえー、次はドテラムシさんからいただきました、はい、よく笑いのんきな人は人が良いうんいいですねいいですねのんきな人は人がよいえーその裏返しもあるか分かりませんけども次らら次保健参戦士さんからいただきましたはい 飛行機で「隣美人の席が良い」そ, <laughs> そんなうまいことそういうふうにはいけませんからね。えもう本当に、はい、あの大体マネージャーさんが私はパッと早く出れるようにね、はい、前一万前か二万目かぐらいなんですよ。はい もうこの間高知からの帰りですかね高知行きましたからね、はい、もう前のスチュアーでッサが見えるんですにこ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 笑いながらね陶器<ー>気流の悪いところを通りまして激しく言えることがありますけども飛行には関係ございません <laughs> もうあんなに笑いながら言うなよ <laughs> 怖いに内容と違いますね内容が怖いが。本当ですね笑顔でそういうふうもっと引き締まった顔で言うとほしいな本当ですねでは次ラストでお願いします次ラストですかはいたくさんいただいてるので悩んじゃいますね悩んでしまいますねはい。これいきましょうかはいこれは二代目道分之助さんからいただきましたはい 野球場、冷たいビール、生が良い。うんはい、それではありがとうございました。はい、まだまだいっぱいありました。うん、これあのー、まあ宿題にもなってますからね。そうですね。来週また発表させていただきます。ぜひぜひありがとうございました。ありがとうございました。はい。